超無課金が誹謗中傷者を特定。驚きの結果は58歳女性のワンルーム生活。27日、超無課金、登録者数27万人、が X、旧 Twitter で、誹謗中傷をしてきたユーザーに対する開示請求の結果を報告しました。超無課金こと石田健一さんは、e スポーツチームアルファディの代表やアベマプライムのコメンテーターとしても活躍しています。昨年9月に詐欺師と書き込みした人物の身元を開示請求し、今年4月に特定できたのは愛知県の58歳女性でした。570万円の損害賠償を求めましたが、回答はありません。超無課金さんは、誹謗中傷する人々の生活の困窮を知り、開示請求の価値を感じたと述べ、誹謗中傷に苦しむ人々に元気を与えたいと締めくくりました。みんなの反応。開示請求で誹謗中傷者の正体を暴いたの白さ、やっぱりやるやん超無課金。超無課金、誹謗中傷に対して強気だけど、ちょっとやりすぎじゃない？誹謗中傷に対してしっかり対応する姿勢が素晴らしいです。詐欺師に対しての対応が遅すぎるし、もっと早く解決してほしい。超無課金さん、マジでかっこいい。誹謗中傷に負けない姿勢、尊敬するわ。超無課金、誹謗中傷に対して強気で対応。相手の生活状況も哀れだね。詐欺師って言われたらマジでムカつく。でも相手が58歳の女性って受ける W。詐欺師呼ばわりしたのが58歳のババアと格差入るわ。570万払えんやろな。超無課金さん、誹謗中傷に負けずに頑張ってほしいです。超無課金さん、マジでかっこいい。誹謗中傷する人って本当に哀れだね。詐欺師と呼ばれた超無課金さん、勇気を持って立ち向かってすごいです。超無課金さん、誹謗中傷に立ち向かう姿勢がかっこいい。応援してます。誹謗中傷する人は本当にひどい。自分の生活を見直してほしい。詐欺師に対してはもっと厳しく対応してほしいな。信じられない。開示請求で誹謗中傷者の正体が明らかに。やっぱり貧困層かよ。超無課金さん、誹謗中傷に毅然と対応してて偉いわ。見習いたい。開示請求で誹謗中傷の犯人が特定できてよかったね。勇気ある行動だね。超無課金、結局は自己満足かよ。570万も取れんのに意味ないやん。誹謗中傷に立ち向かう姿、すごく勇気があると思います。詐欺師って言われても冷静に対応する超無課金、さすがだね。損害賠償570万円とか、相手の支払い能力考えたら無理ゲーやんけ。詐欺師呼ばわりしたのが58歳のババアと格差入るわ。570万払えんやろな。詐欺師呼ばわりするやつが実は貧困の58歳女性って、なんか哀れすぎるな。開示請求は大変そうだけど、もっと他の方法も考えた方がいいと思う。超無課金さん、ちょっと大げさすぎじゃない？もっとスルーすればいいのに。誹謗中傷する人も悪いけど、わざわざ晒すのもどうかと思うな。超無課金、やるやん。誹謗中傷するやつはほんまにやわれやな。損害賠償570万円の請求、誹謗中傷には厳しい対応が必要だね。開示請求とかマジ面倒くさいし、時間かかりすぎじゃない？570万の損害賠償と格差、誹謗中傷するやつは自業自得やな。誹謗中傷するやつは本当に哀れだな。自分の人生見直せよ。詐欺師呼ばわりしたやつの正体暴いたの草。超無課金さん、さすがやで。超無課金さん、誹謗中傷に立ち向かう姿勢が素晴らしい。勇気もらえます。誹謗中傷はダメだよ。人を傷つけるのは良くないと思う。超無課金さん、誹謗中傷に負けずに頑張っててすごい。応援してます。開示請求で誹謗中傷の発信者を特定。勇気ある行動に拍手。超無課金さん、誹謗中傷に立ち向かう姿勢が素晴らしい。応援してます。詐欺師が他人を訴えると格差。自分の行動を見直せや。誹謗中傷する人って本当に最低。そんなことする暇あるなら自分磨きしなよ。詐欺師に対しては厳しく対応すべきだと思います。許せません。損害賠償570万円とか、マジでありえないんだけど、やりすぎじゃない？誹謗中傷する人には厳しい罰が必要だと思います。損害賠償は当然です。58歳の女性が誹謗中傷を、マジで信じられないんだけど。超無課金さん、誹謗中傷に負けずに頑張っててすごいです。開示請求しても結局支払い能力ない人ばかり、無駄な手間だね。誹謗中傷する人にはしっかり損害賠償請求して、痛い目見せるべきだね。超無課金さん、
損害賠償で誹謗中傷に立ち向かう姿、かっこいい。え、570万円。誹謗中傷する人、マジで人生積んでるじゃん。またかよ、超無課金。誹謗中傷で金稼ぎか？やり方が汚いわ。超無課金、やるやん。誹謗中傷に負けずに頑張ってほしいわ。みんなの反応としては、超無課金さんの誹謗中傷に対する毅然とした対応を称賛する声が多いです。一方で、少数意見としては、対応が過剰だと感じる人や、570万円の損害賠償が現実的でないと指摘する声もあります。当チャンネルの意見として、超無課金さんが誹謗中傷に対して毅然とした対応を取ったことは非常に素晴らしいと感じます。彼の行動は、同様の被害に苦しむ人々に勇気を与えるものであり、社会全体に対する重要なメッセージとなっています。